たた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 たどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、最強のスキルが実装されましたので使っていきたいなというふうに思っております。王の記憶オベリスクの巨神兵地面からドローします、オベリスクの巨神兵を。ダークサイドオブディメンションズの映画をね、見ていただいた方だったら、まあよくご存知かなと思うんですが、海馬社長っていうのはですね、オベリスクの巨神兵を地面からドローすることができるんですよ。なんで、そのスキルを一応再現したスキルに一応なってるんですけども、ですね、これも、まあ一言で言うと、スキル作ったやつのセンスがないですね。はい。5ターン目以降にディベル中上使用できる。まあ5ターン目以降は最悪しょうがないわ。1ターン目以降、2ターン目とかでいきなりオベリスクドローされたらたまったもんじゃないから、めっちゃ強いから。だからまあ、たまったもんじゃないかなと思うんだけど、このターン自分がオベリスクの巨神兵をアドバンス召喚する場合に一度だけなんか、聖眼を3体分のリリースにできるやら、なんか聖眼1体をリリースしたオベリスクの巨神兵は、なんかそのターンに死ぬやら、マジでさ、どうでもいい制限についてんだよね。こんなこと原作で会話しないからさ。やるんだったら、聖眼3体でリリースしたオベリスクがいる場合なんか、クリスタルドラゴンを生成するとかね、アンディメンション化された。で、あと、クリスタルドラゴンをリリースすると4000番当たるとか、なんかそういうスキルにした方がよかったんじゃないの。なんか最近なんかスキル作ってるやつのなんか担当知らんけどなんかセンスないと思うわ。で、一応、まあ、そうは言いながらも、一応地面ドローできるんで使っていきましょう。で、どういうデッキで出していくか、オベリスクを。いや、そりゃ聖眼でしょ。それは聖眼でしょ。もう聖眼以外でオベリスク出すの認められないでしょ、これ。このスキルでは。で、どうやって、出していくかっていうと、もうただ単に耐久します。ただ単に耐久して、ホーリーライフバリアやら、青き目の乙女やら、で、耐久しまして、で、ブルーアイズをなんか3体頑張って並べて、まあ、ブルーアイズ系のモンスターをね、3体並べて、ほんで、5ターン目以降にオベリスクの強心兵を地面からドローして、モンスターではない神だっつってぶん殴っていくっていう、まあ、そういう敵になってます。はい。それ以上、でも以下でもありません。早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ふーん、勇気。行くぞ、待たせたな、勇気。俺のターン。王の魂を蘇らして、これ、あれですか、シミュレーションソフトで、再現した遊戯じゃないですよね、相手。これドヤ顔エンドでいいんじゃない、これ。俺のターンだ。聖眼2体並べるよりもこれ相手の除去をかわせる乙女ドヤ顔召喚エンドが結構強い説はある。カードを引くぜ。乙女くんはですね、対象を取られるかまたは攻撃対象に選択された場合、ブルーアイズホワイトドラゴン括弧嫁を括弧閉じを、デッキから特殊召喚できるという。おお、ブラックマジシャンじゃん。やるじゃん。いいね、いいね、悪くない。これはいい。モンスターをいいね。でマンチャーズロット、いいじゃん。強いじゃん。ハンド強いじゃん。ナビゲートいいじゃん。いいね、いいね。カードをセット、はい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 、いいよ。いや言うてレールいるんで、まあ、そんなにね怖くはないんですよね、魔導陣。はい、ホーリーライフバリア OK。 とりあえず脳死で一旦青き目の剣士ぶち込む。青き目の剣士ぶち込んで、青き目の剣士のを、乙女対象に取る。でぶん投げる。で乙女効果発動するか、いいか、乙女効果発動。さあ乙女は対象に取られた場合、デッキからまたはポーチからまたは手札からブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚できるぜ。そして青き目の剣士はちなみに効果モンスターを墓地を送ってブルーアイズモンスターを特殊召喚できるぜ。白きレイリーを特殊召喚、そして白きレイリーを特殊召喚成功時効果発動。お前の黒の魔導銃はゲームから除外させてもらう。もうこれでナビゲート打っても遅いぜ。残念だったな。これでもあれだよな、今のタイミングでさナビゲート打ったらこれ間に合うんじゃない。1枚除外、まあ、とりあえず白木で間違えた、太鼓の白石を召喚していく、まあ、バック除去しますか。一旦バック除去しましょう。で白木霊竜を特殊召喚して、で合法でもう一回白木霊竜呼び出すという話ですね。でドラッケオンバーミリオン、さあ薬中マキアラの領域の効果発動。マッキーの効果によってチューナーモンスターを手札または墓地から除外し、お前のフィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードを破壊させてもらうぜ。さあなんだそのカードは。お、サイクロンいいだろう。そして手札より速攻魔法銀竜の号砲を発動。
銀龍の号砲の豪華により白き霊龍を墓地から特殊召喚。お、やるじゃないか。まあ撃つしかないわな。まあ撃つしかないわな、そのタイミングで。さあ遊戯、ふん、甘いぞ遊戯。頼むぞ、モンスターを全部召喚しよう。白き霊龍を特殊召喚。2体で、エキシーズしたところで感はあるんで、バトルフェーズ入りましょう。後分殴って、後分殴って、後分殴って、どれが一番ダメージだ。こうして、こうして、で、こう。さあ、遊戯、大丈夫か。この盤面返せんだろうな。この盤面、この盤面返せないでしょ。サレンダーされそう。黒の魔導陣、OK。黒の魔導陣いいでしょう。さあ黒の魔導陣でデッキトップを見ていく。さあ黒の魔導陣でデッキトップを見ることによって何らかのカードを、何も成果得られない。もう不純物張りじゃねえか。いくぞ俺のターン。バーテ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 テテ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 うるさいです、すいません。ドラッグオンバーミリオンの効果を発動。魔導陣でいいかなんか光ってし、魔導陣でいいや。はい、いや、なんだろうねあれ。なんか今何が発動、ああ雲やのぞ。なるほど、そんなのどういう意味は、そんなのはどうでもいい、そんなカードはどうでもいい。頼むぞ。はい、特殊召喚いいでしょう。特殊召喚で3体リリースした。オベリスク出したいんですけど、これ無理ですかねこれ。3体リリースしてオベリスク出したいんですけど、無理ですかね。あれが無理か、無理か。じゃあどうすればいいのこれ。そのまま殴っても勝ちだし、これなんならオベリスクの巨人兵ドローする必要ありました。3体をリリースする必要がありますと。はい、これさ、これってさ、なんかさ、3体分にできるみたいなさ、スキルじゃないのこれ。どういうこと、これどうすんのこれ。3体分リリースする場合って、これ1体さ、これブルーアイズやったらいけんのこれ。あ、いけんだ。モンスターではない、神だ。オベリスク、バカな、モンスター効果は無効。モンスターではない、神だ。てて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 、たた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 オベレスクの効果使いてー、オベレスクの効果使いてー、マジで使いてー。ちょっと使うとし、勝てないんで。バトルフェイズ、バトル、ドラッグオンバーミヤンの攻撃、オベレスクの巨神兵の攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。貴様の負けだ。うわあ！ゴッドハンドクラッシャー！ゴッドハンドインパクトしたすぎ。やっぱこのスキルデザインミスってると思うわ。クリスタルドラゴン製造しようぜ。さあ、お相手の方。ふう、遊戯。やつの呼べ。行くよ。僕のターン。やつの呼べ。手札から。やつを呼べ。やつ。俺会話のモノマネ下手すぎるんですよね、マジで。会話のモノマネすると低評価5億超えるって言われてるんで、フィールド魔法発動、モノマネするんですけど低評価やめてください。本当に苦手なんですよ会話のモノマネ。はい、カースオブドラゴンね、はいはい、いいですよ。ガイア君ね、お願い、いいじゃん。モンスターを、いいじゃん。魔導騎士ガイア、いいじゃん。発動お願い。あとモンスターを特殊召喚、なんかあれだね、結局さ、ブラックマジシャンの強化が来ないとやっぱあれだよね、テンション上がんない。あ、皆さんどんなデッキが一番好きですか？僕はまあデッキなんだかんだ言ってブラックマジシャンが一番好きなので、なんだかんだ言ってね、なんだかんだ言ってまあレイドラプターとかも好きだけど、まあ、いや、なんだかんだ言うてブラックマジシャンが好きなんで、ちょっとねブラックマジシャンの強化がね、環境に顔を出してくれないとブラックマジシャンがちょっとテンションが上がらないみたいなところはあります、正直。はい、とりあえずオルタナティブドン、オルタナティブ、あーですよね、はい、すいませんでした。すいませんでした。青姫の剣士を召喚、青姫の剣士の効果を発動、青姫の剣士の効果によって手札にホワイトオブエンシェントを加えるぜ。そして手札よりマジックカード調和の宝札を発動、
ドラゴン族チューナーモンスターを1体墓地のフリーカードを2枚ドロー。さらに手札より青毛の剣士を発動。青毛の剣士で青毛の剣士を墓地のフリーデッキから白きレリーを特殊召喚、白きレリーを特殊召喚、白きレリーの効果発動。白きレリーの効果によって走破するガイア、ゲームから除外させてもらう。金型聖杯リバースカードだ。速攻魔法白きレリーの効果発動。これで聖杯は解除させてもらう。現れろブルーアイズホワイトドラゴン。果てなき闇なふん、バカめ、そこが果てなき闇、なんか果てなき闇ならば闇にも染まろう。バトルフェイス、バトル滅びのバーストストリーム。さすがブルーアイズだぜ。さあエンドウェイズ、太鼓の白石の効果を発動。太鼓の白石の効果によってブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。ターンエンドだ。やつ、来るがいい。やつを呼べ。リバースカードだ。竜魂の源泉。最強カードを使ってやがる。竜魂の源泉は、墓地のモンスター1体を特殊召喚することができるカード。さあ魔導騎士ガイアを特殊召喚し、魔導騎士ガイアを特殊召喚に成功した場合の効果。墓地からカーソルドラゴンを特殊召喚。何？ただこれでもね、ブルーアイズ結構辛いと思うんだよね。これ打点が高いので、あの3000なので、なんかあのガイアでは突破できないんですよね。多分これ。ガイアでは突破できないと思うから、まあある程度はまあでも天照の力士が出すくらいしかないんじゃない？相手やることでね。そこへ来てあの守備量表示になってぶん殴ってくるっていうモンスターに対し、ホーリーライフバリアっていうマジで遅延カードを発動することによって、あでもこれあれか、俺があれだったのか、先行だったから5ターン目なの遅いんだよな。あ、高校だったからか。高校だったから、これ5ターン目で乗せんだよな。5ターン目、5ターン目じゃなくて4ターン目とかの方がいいんじゃないのこれ。どうなんこのスキル。5ターン目以降に使用できる、ちょっと遅くね。メインフェーズ終了前いいでしょ。そうするかやねえから別にいいや。バトルフェーズいい。いいだろう。モンスター効果。あ、勇気しがいや、いいだろう。バトルステップ。ホーリーライバリア発動。フィード上の俺のモンスターは戦闘では破壊されない。そして大河の白石の効果発動、ブルーアイツホワイトドラゴン。やべ、ここでなデッキトップ引ければな。オベリスク3体リリースできたのにな。マジこのスキルほんまにゴミだわ。このスキルなんか何回も思うけど、やっぱこのスキルほんまにゴミだわ。これ考えたやつくたばればいいのに。ブルーアイツホワイトドラゴン扱いとなっている。ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを手札に回収。そして2体で何やっても勝ちなんだけど、まあ普通にそのまま殴っても勝ちか、これなんなら。はい、まあ一応蘇生あるんで、こうして暴れろブルーアイズツインバーストドラゴン。カードを1枚セット。オベレスク出すんで、このデッキ、このデッキはオベレスク出すデッキなんで楽しみです。勇気すまんな、勇気、勇気動画の被害者になってくれ。勇気、勇気動画ではな、動画の動画っていうのはな、ある程度のナメプも必要だ。なんでかっていうと、エースモンスターが出れっていうことがあるからな。さあ勇気、でもさ冷静に考えたらさ、あのガイアに対してナメプしてもなんか勝てそうなのすごくないこれ。ガイアに対してナメプしてもなんかすげえ押してる。このデッキ最強なんじゃないか。よし、ブルーアイズホワイトドラゴンを殴るしかない。まあ戦闘で破壊されませんからね、ツインバーストドラゴンは。はい、はいはい、オッケー、いいでしょう。よし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 。うー、好きだぞ、王の記憶、オベリスクの巨神。たた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 これ音源使わしてくんねえかな。これちょっとさ、コナミさん、これ音源使わしてくんないですかね。なんとか神の怒りだっけ、 BGM あれ使わしてくんないですかね。俺は三体のモンスターをリリッシュ、アドバンス召喚。モンスターではない、
神だ。バカな、モンスター効果無効。モンスターではない、神だ。よってモンスター効果は無効にならない。どういう俺ルールだよ、どういう俺ルール。バカめ、オベリスクの巨神兵をアドバンス召喚バトル、バトル、ゴッドハンドクラッシャー。モンスターで、モンスターで攻撃。お前オベリスクの巨神兵だからゴッドハンドクラッシャーから言えや。さあお相手の方、満足できれいさんね、よろしくお願いします。デュエル3番デュエル草薙剛さんね、はい、一本満足馬さん、俺の方が早かった。えやった、なんか2000回復した。俺の方が早かった、どういうこと。なんか2000回復したんだけど俺、やったラッキー、ありがとう。なんかあれかな、スキルこれライフポイントになんか差があると強いみたいなやつですかね、わかんないですけど、とりあえずブルーアイズホワイトドラゴン出してドラゴンショック、一旦ブルーアイズホワイトドラゴンを出し、そしてドラゴン族モンスターがフィールドから墓地を置かれた場合、手札の竜の霊廟の違うわ、霊廟の守護者の効果発動、このモンスターを特殊召喚、そしてこれで俺はターンを終了するぜ。エンドフェイズ、ハイコの白石の効果を発動、ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。ふーん、よし、まあ硬いだろそこそこ、今の俺そこそこ硬い。ドロイデイ、あ、モンスター、リチュアアビス、やべ、リチュアデッキャ、まずい、やつはエランデバウンスとかいうヤバすぎる効果を持っている。モンスター効果ビジョンリチュア、なるほどいいだろう、ビジョンリチュア、いや出た、イビルチュア、ジールギガス。ちょっとまだあのご存知ない方は私の動画見てください、めっちゃ強いんでこいつ。さあリチュアの犠牲鏡来た、リチュアの犠牲鏡の効果によって、イビルチュア、ジールギガスを墓地に送ることによって、あ違うわ、シャドウリチャーを墓地に送ることによってビジョンリチャーか。さあ、1000ライフを払って、デッキトップを見て、あーリチャーモンスターだった場合1枚カードを選ってバウンスすぎる。あー強え強え、出た、犯罪行為だこれは、犯罪行為、これはさすがに犯罪行為。さあリチャーの犠牲鏡、シャドウリチャーの効果、シャドウリチャーの効果でリチャーの犠牲鏡を手札に加えていく、そしてリチュアの犠牲鏡の効果を発動、まあ、リチュアの犠牲鏡の効果によってイビルチュアジールギガスを墓地送り、イビルチュアジールギガスを取るしようか。やばい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 ぞ、ジールギガスくん、なるほど、やばい、シャドウリング、うわやばい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 、手札が減んないぞ、おかしいだろ、手札減ってないぞ、シャドウリチュア、やばい、なんて強いんだリチャーの犠牲鏡、まずいぞ、これは非常にまずい。さあビジョンリチャーの効果、ジールギガス来た、これやばいこと起きてる、今のところ今のところやばい、リチャーの犠牲鏡、なるほど、またですか、また行きます、待ってこれ、俺全部バウンスされたの、もしかしてジールギガス出てきた、やばい。さあジールギガスの効果を発動、イグルチャージールギガスの効果でリチャーモンスターだと選んでバウンス、やばくないっすかこれ、これ犯罪でしょ。